お疲れ様です。今日はですね、こちらにてにエルジャイやっていただいたと思います。ということで、現環境ね、最強最悪エルジャイくんですね。はい、もう HP 強化されちゃってね、なぜか7コスのままっていうね、意味のわからない強化を得た最強くんでさえ、現環境もうエルジャイがね、ぶっ壊れてますんでね、もうその最強エルジャイでね、はい、無双していきたいと思います。マジでエルジャイ出して、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 エルジャイで守って、エルジャイで金庫として、エルジャイでみたいな、もう、エルジャイです。はい。エルジャイ、いや、マジすごいんすよね。いや、本当に、来ましたよ、なんかね、全盛期の、なんだろうな、マジで、あちゃくぐらいぶっ壊れてる。なんかもう、それよりも超えてるかもしれないね。もう楽っすからね、エルジャイは。出しとけば、なんとかなるんで。さあ、でもこういうのも、まあ、わかんないし、ラマダっぽいし、もう出しちゃうっていう。さあ、これはめちゃくちゃ冷静にどうやって守ろうかなって考えてるんですけど、守れなさそうだなと思って捨てました。はい、まあ、でもこれはエリジャイ強いんで、さあエリジャイでインドラをねリセットしつつスケルトンでね処理してね。はい、これやばいように見えて全然やばくないです。あのミニペラ一発でかい、痛すぎる。これ見てください。はい、もう勝てそうです。うわ、すごい、なんだこれ、チンパン対決来た。チンパン対決して、さあトルネでまとめてあげて、おい、ほら、これでももう一回俺がパンタケリジェン攻めんだ。あいつでも飛んでんのやだな。まあ、行っちゃおうぜ。これ行ってミニペラ来んのか、まあ、回復してあげて、ボンバーで縛いてあげよう。一応ボンバーのがね、もう何でもよかったんですけど、まあなんかボンバーええかな思って、さあ、まあスピスピで縛いてあげよう。よい、いい勝負してんじゃん。で今回相手もなんかすごいデッキだな。バルーンとかなんか入っててもおかしくなさそうだね。まあ、なんかジャイデッキ、まあ一旦ケツエリジェやっとこうか。もう高回転でもあるからエリジェはね、まあ、エリジェ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 って感じかな。さあ、いやもうここは守ればいいんでね、タイトし。いやマジエリジェで攻めるしエリジェで守る。オッケー、耐えてる。よし、はい、これで落ちるっす。なんなら親父もう一周行ってこいよ、本当にマジでしてることキモすぎる。いや、これがでもね、ええねん。あ、このジャイもだって、これ真ん中押してあげたらもう終わりですからね。はい、で相手折れないと。これでなんか来んのか、もう一回じゃ行っとくか。ウィキングがおられないだけ気をつけて、おい、エレジアイで守れ、エレジアイで戦う。さあ、エレジアイやばくないっていう。ただただそれだけです、本当に今日は。いや、マジでマルチ、こんなんバースよ。まあ、本気でね、こんなので勝てる現環境やばいですね。うん、まあ、でもエレジアイ、なんかどうだろう、環境にもまあよると思うんですけども、なんだろう、やっぱ強いデッキあって、基本的にやっぱ対策デッキが生まれるものなんですけども、エレジャイの場合はね、もう強すぎるんですよ。そう、強すぎるから対策デッキをもうなぎ倒しちゃうか、もう対策がエレジャイの、なんだろうな、ミニペック入りとか、エレジャイの大砲入りとか、なんかもうエレジャイで対策するしかないっていう、もうエレジャイにはエレジャイぶつけろみたいなね、もうなんかそんな感じっすよね、もう。意味がわかんない。あ、まい、俺のボンちゃん行かれた。さあ、まあ、トルネでね、全部処理していきましょうか。アウトローコウモリ迫撃ちょっと特殊っすね。まだ僕もエリジャイ回ってるんで、これ相手迫撃法ないんでね、一旦ハシマエリジャイしたらどうなるかやってみてもいい気がします。はい、でまたまたトルネードとかね構えとけばいいんじゃないっていう、まあ、ボンバー ESP、 あの吹きはちょっとねいい位置いるっすね。さすがに処理しとこうか。おい、やばいよこれ
いや、HP これさ、最後のあのミリ残りがやばいんだよね。これ多分 7% 強化のおかげだと思うんですよね。あれなかったらね、マジタワーちょっと殴ってもう撤退しちゃうんでね、すぐ。そう。いや、7%、これ普通に8コスに戻していいよね。なんでっていう、なんで7コスなんちゅう話なんですよ。やばいね、俺だってエリジェ出してるだけやで、これ。さあ、エリジェ出して。あー、大体諦めたかな、マジで。本当になんかごめんね。これやばいな、マジ。まあ、ミラーが悪いわけではないと思うんですよ、別に16でね。そう。ミラーは悪くないんですよ、別に。ね、そこまでまあ、強いけど。まあ、エリジェが悪いだけなんでね。これに関しては本当に、そう。環境どうなんとかでもない。もうエリジェが悪いね。エリジェを解放すれば全てが解決するんですよ。さあ、親父ラッシュ行ってらっしゃい。お仕事お疲れ様です。やば。7コスでしかもさ、ミラーもあるからさ、公開ってなるとめっちゃエリジェ出せるね。もうなんか初手ゴリゴリのノーシエリジェで勝てちゃうからね。さあ、ナイス。まあまあまあ、たまにはこういう環境もあってもいいんじゃないとはならんすけどね。やだよ、こんな環境、マジ。さあ、ちゃっちゃケツエリジャイして、まあ2周目、3周目エリジャイかな。もう本当に、まあこのデッキだとね、変に守ろうとしても守れないんで、あんま考えなくてもいいと思いますね。まあ、エリジャイ出してるだけなんで。さあ、で、高回転、大砲だったら嫌ですね。インフェだったらね、インフェが間に合わないサイクルとかあるから。よいしょ。あれ壊してくんねえかな。まあ、インフェ残ってんのは、ちょっと嫌ですけど、どうだろうな、あれ。あれやばいな。ちょっとだけ嫌がらせしちゃう。あ、でもこれさ、いやー、もう一回ケツかな。端前でもよかったんですけど、いや、端前でよかったな、これ今の。うわ、もったいな。高回転生かしてない。下手くそになってる今。やばい。ほっ。研究。まあ、これはケツから一緒に流して、いつか端前でやれば勝てるですね。さっきもう完璧すぎて美味しいタイミングあったな。ヒーヒースピがね、たまたまちょっといい味出しちゃうっていう。あれ？インフェが回らない。やばいやばいやばい。ちょっと待って。わ、すげえ。バチクリ入るやん。マジ？これちょっとあの、プリンセスの処理方法が意外とめんどくさいので、エレジャイでプリン処理します。はい。で、これインフェ使うしかないと思うんで、結局入って。そしたらね、親父もう一周行ってあげて。よし。よいしょ。あー、プリン溶けてほしかったね。おい。からのっすよね。もう一回ケツです。はい。我慢のね。いやー、これタイミングむず。エリジェイ、エリジェイ、エリジェイだな。ここか？行ってこい、行ってこい、行ってこい。お？右、左か？頑張れ、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 走れ、走れ、走れ。いや、行けんな、これ。落ちたろ、これ。16レベルだぞ。あ。強っ。ついよ、いいやつかよ。こんなんでグッドゲームをしてくるとか。いや、これやばいな、本当に。つまんないもん、今。え、楽しいんすよ。つまんないよ、でも。いやー、すごい。自分でびっくりしてる。なんだ、これ。さ、とりあえず、ケツエレジャイしよう、エレジャイ。もうエレジャイ出しちゃえんだよ、エレジャイ。相手が何とか関係ねえから。とりあえず出しちゃええの。
で、たまたま施設なかったらもう、はい、勝ち。あっても、2周目ミラーで勝ち。あんま考えるな。そう。あんま考えるんじゃねえ。これなんだ、相手。相手の敵はなんか知らんが、一旦エリジェイ。で、ボンバー、めっちゃいいやん、これ。さあ、許容して、もうエリジェイ出したいもんね。端前に。まあ、ロイフグってことは、新エタイロイフグか、まあ、なんでしょう。珍しい。ハンター、ゴルナイ、ゴースト、いや、これちょっと、もう三死っすね。あ、でも三死もちょっと久しぶり見たな。うん。さあ。まあ、エリージェイでなんとかするしかないかな。いや、ハンター痛えな。まあ、LJ ミラーできたら結構熱い気がするけどな。これでも意外ときつつは相手。ああ、ヒースピ添えてあげればよかったな。これ、まあハンターがちょっと強いけど、LJ ミラーできれば全然、全然悪くないですね。よいしょ。おい、耐えてく。からの、キング起動だけはしたらダメなんで、それだけちょっと気をつけて。さあ、エレジャイ。エレジャイ出すだけ。ああ、ヒースピー、そうやばいな。まあ、一応、エレスピーぐらいやっとくか。さあ、からの？からのなんですよ。もう一周行きたい。これ、ハンター絶対使ってくるから、使ってこないのか。まあ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 、耐える。いや、これエリジェイさ、マッスルパワーでなんとかなんねえかな。いや、ハンター強えなこれ。待てよ、ハンターやばいな、ガチ。お願い、溶かせ。溶かしてくれ！あー、溶けないハンター強すぎる。いや、待てよ。まあ、三しか、ちょっと、勝てそうな気もするんですけどね。これ、ハンターがない三しだったら、また話が変わったと思いますね。エリババとかだったらね、回転ちょっと遅いし、もっとゴリゴリいけた気もするけど、まあ、少々、そういうこともある。まあ今ね、この中身がこんなのでやってますけども、実際はね、ダクプリとか、まあ、あとゴブリンの檻とかね、それこそマザネクとかインドルとかいると、もうそう考えると恐怖。これ中身なん、エレジェイしかいないんだよ、これ。ボンバーと。エレジェイとボンバーしかいなくて、こんだけ強いんですよ。そんなんこれにゴルナイとか入れてみ当たり目に強いやん。強くないわけがない。てかもう、想像するのですら怖い。これたまたまちょっと LSP がねえな。よいしょ。さあ、耐えて。まあ、マスク、コウモリ、ディガー。まあ、施設がありそうですね。迫撃かな？はい。でも、迫撃はね、怖くないですね。はい。なぜなら、僕もエリジェイ回るんで。ここでだって足もエリジェイすればいいだけですよ。なんて簡単なんだ、クラロワって。いってらっしゃい。まあ、スケブスケキンあたりかと思ったけど、キョスケ来ましたね。で、このキョスケも、エリジェイで受ければいいんじゃない？いや、縦の選手ちょっと強いね。からの、ディガーコウモリかな。サスケで、しばきながらの、一生巨大スケルトンに歩いてもらおうか。これ、迫撃砲回る？あ、回るのか。いやー、ついな、キョスケなんか勝手に消えてくれんな。まあ、問題は、ダメージ通せるかっすね、これ。まあ、次のまた、俺のエリジェイが相手きついんだけど、まあ、そこにはまた縦の選手が来るんでね。さあ。あー、ついよ、これ。エリジェイヒースピ系じゃない？ヒースピからなんで行こう。これ。ミラーエリジェイ行きたいんでね。ちょっとヒースピだけ添えます。
いやー、これ同棲渋いかな。いやでもダメージ入ってんな、結構結構入ってんな。よし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 、いや流れはいいよ。でヒスピー回復してあげて、血液除して、耐えてこ。やばい、うちのボンが。エリジャイいいよ。もうエリジャイで守り、エリジャイで戦おう。エリジャイ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 いいよ。さあタワー届いてるこれ届くのバカおもろいなこれ迫撃使ったよね君。迫撃使ったらどうやって守るんだよこれ。よしよしよし、ここやだな。もう一回 AJ か、これ AJ 届くぞ。来た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 、届いた届いた、いけいけいけ。めっちゃ、うわパンチ高っ。いやこれさすがに AJ だな。でこれは天才供与します。天才供与してもう一回 AJ 行ってこい。よしよしよし、でウッド使ったら、いやさすがに取るね。で、あーウッド使ったらヒースピなんですよ。ちょっとフライングですね。あ、でもこれ止まんないね。わあやばいなマジでなんか簡単に勝てんな。なんだこれ、もうホグとかね、枯渇とか使うともう大変。あ、マザリク来た。あーやばい、トリネード持ってる、どうしようみたいになるんですけど、これもう橋本が出すだけなんだね。ネタじゃねえです、本気です。まあでもほんとここまで強いのはね珍しいかもしんないな。一体でなんとかなっちゃうからね。さあ、このユーノは、近畿道したい。よいしょ。さあ、で、バレルユーノか。おー、いや、めっちゃ、序盤から攻めてくんね。なんだこれ。高回転。いっちゃおうぜ。はい。俺は高回転だ。で、ヒースピ、添えつつ、トルネードも欲しいな、これ。トルネしとかないとね、普通に守れないんでね。よし。はい。え、強っ気にならんぐれ。与えてるダメージ。最強ボン。いやー、しかも1コスもいっぱいある。さあ、豊富だよ、受けは。いいねー。俺、相手、施設ないよ。勝ちました。まあそれもやばいか。でも施設ないんで勝ちましたね、これ。だってエリジャイ出せば終わりっすよ。しかもなんなら、相手のプリンを処理しつつ、おい。これどうだろうな。もう一回アウトローで受けるのも、アウトローじゃねえ、エリジャイで受けるのもありな気がする。いや、強っ。いや、本気で天才かこれ。エリジャイ考えてる人。はい。これ。これやばいよ、マジで。エリジャイ考えた人。天才だもん、もう。おい。おい。おい。やばいやばいやばい。削りすぎ、削りすぎ、削りすぎ。400だよ。やばいね。マジ。さあ、完封して。うん。わ、もう一回始まるじゃん。これだって相手も絶対勝てないでしょ、これ。はい、いってらっしゃい。いってらっしゃい。出社のお時間です。はい。頑張ってるけど。さあ、出社のお時間です。お仕事いってらっしゃい。で、守ってるユーノとかも、気づいたら溶けちゃうんだね、結局。やば、マジで。わ、強いわ。いや、そうなんだけども。エリシェ、マジで俺今、このシーンやばいよ。出してるだけだよ、本当に。うわぁ。もう、タッチしてるもんです。着きました。いや、まあ、これが環境です。現環境です。まあ、これを見て皆さんね、今すぐ LJ 乾燥させた方がいいです。はい。まあ、中身何でも自分の好きなようにいじれるのもね、まあ、おもろいと思うんでね。はい。ということで、こちら、現環境最強の LJ を、ただただ高回転で出してみただけですが、めっちゃ強かったです。はい、LJ 皆さんも、
今すぐ乾燥させましょう。ということで、よければね、チャンネル登録もお願いします。では、お疲れ様でした。また